いよいよ最後の準優勝戦の時間となりました。本日も最後までのご声援誠にありがとうございます。第12レースのメンバーを紹介します。1号艇群馬の松本明恵、2号艇山口の津田博恵、3号艇静岡の松瀬博美、4号艇大阪の関野綾、5号艇愛知の大滝明日香、6号艇静岡の池田博美、以上の6名です。枠なりの作戦待機となっています。綺麗に並んだ状態でバック側です。1号艇の松本明恵、手足がずっと良かった48号機、それに加えて伸びも上昇しバランスが取れています。いい状態です。そして2号艇の津田博恵が2コース、前半の3レースは逃げました。エースモーター46号機ですが、体幹がしっくりきていないとのコメントもあります。3号艇の松瀬が3コース、28号機は出足、回り足系統がしっかりしている様子。そして4号艇の関野綾、後ろに引っ張ります。デビュー初準優入りとなりました。注目の存在の一人ではあります。そして5号艇の大滝明日香、隣に構えました。ここは頑張っていきたいところ、バランスが取れていい状態です。そして6コース6号艇の池田博美、乗りやすさ重視の調整をしています。進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートまで2秒1秒、スタートしました。第12レース、相当の3艇が好ダッシュ、4番、5番、6番が抜け出してきます。さあ4号艇の関野がまくろうとする、抵抗する1号艇の松本明恵、激しく抵抗し懐開きました。ガラッと開いて2号艇、5号艇、6号艇がスーッと入ってきました。向こう正面です。スタートは前提正常でした。6号艇の池田博美も届いてくる。そして2号艇の津田が真ん中、アウトは5号艇の大竹明日香。さあそれに1号艇の松本が追走しますが、一周にマークは6号艇の池田がターン、続いて2号艇の津田の差し、1号艇は流れました。5号艇の大滝明日香の差しはどうか。ここは2号艇6号艇がトップ争いに並んでいます。2号艇の津田博恵、そしてアウトコース6号艇の池田博美、そして懐は5号艇の大滝明日香。2周1マーク、3艇のトップ争いからは5号艇の大滝が回る。差しは2号艇の津田博恵、差していきます。2番と5番は並走、6号艇の池田博美握って回りましたが、ここは5号艇の大滝が先頭優勢となってきました。さあさばいてくるか、5号艇の大滝が先頭優勢、食い下がる2号艇の津田、そしてまだアウトに構えるは6号艇の池田。2周にマーク、5号艇の大滝が回って、続いて2号艇の津田が2番手で回って、懐くるいと旋回で、これも好旋回、2番と5番、決着つきません。レースはこれから最終周回です。インコース2号艇の津田博恵、アウトコース5号艇の大滝、3番手は少し水が空きました6号艇の池田、トップ争いです。3周の1マークは5号艇の大滝がつけ回って2号艇を沈めていく、今度はそれを捉えようとする6号艇の池田博美です。5号艇の大滝が振り切りました。そして2番手争いが2号艇6号艇となっています。2号艇の津田に対し一定審査は6号艇の池田、後方は1号艇の松本明恵4番手、そして4号艇の関野綾5番手、最後方が3号艇の松瀬です。ラストコーナー5号艇の大滝、しっかりと優勝を決めていきます。そして2番手ですが、6号艇の池田か2号艇の津田か、まもなくゴールを迎えます。先頭は5番ゴールイン、2着は6番がゴールイン、2番ゴールイン、1番ゴールイン、4番ゴールイン、ラスト3番ゴールインです。